教師王子として知られる事業家の三木雄大氏が株式投資での巨額損失を乗り越え再起の勝利を見せています。彼は自身の X を更新し、驚くべき3億円の振り込みがあったことを報告しました。その発表には彼の心の中に二足感謝の気持ちがあふれていました。アシンニポの背後には令和の国に出演している某社長の温かい祝宴がありました。三木氏は急な連絡に驚き、何の担保もない状態での貸し出しを提案されました。その瞬間、彼の心は半信半疑でいっぱいでしたが、なんと実際に巨額の資金が振り込まれたのです。この突然の援助によって彼は苦行を意識的に吐することができました。彼の感謝の言葉には信じてくれた人々への思いとともに再起をかける決意を示しています。三木氏はどう恩を犯してよいかわからないと手がい気持ちを表現し、これで月末を乗り切れると安堵の気持ちをつぶりました。この手事が壁にとってどれほどの救いになったか、その背中には感謝の重みが感じられます。また6月16日にも彼は X を通じて過去の住まい教師ヒルズからの完全退屈を報告しました。そこには多くの豪華な施設や独特な内装があり、彼はそれに対しての感謝を忘れずに述べました。自身の新たな一部を踏み出す中で、彼はいつかもっと立派な物チゲを手に入れたいという目標を新たに掲げています。今の彼の挑戦は過去の失敗を量にした寝し向きなものであり、自信を持って未来を見据えています。この素晴らしい経験と新しい目標が彼をさらなる成功へと導いてくれることを期待しています。教師坊主の新たなティリは感謝の気持ちとともに始まったばかりです。